はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、青学ゴールデンペアというわけで、菊丸さんと大石さんですかね。まあ超級曲クリア目指して頑張っていくんですけども、パーティーこんな感じで、ガードプチ無効バフで、今回のダンジョンは2人いるというわけで、なんかね、鬼滅の牛太郎とダキみたいな、結構難しめなダンジョンな気がするんですが、まあ頑張っていこうかなと思います。まあ相手さんがテニプリというわけで、テニス出身というわけでね。おっと3人まさかの影分身。これは相手さん的にはどういう状況なんですかね。3ターンおっとどっか行ったわかんないんですよね。原作の再現だと思われるんですが、僕も原作全く知らないんで、今何が起こったんですか。双子なんかなこの人は。まあ相手さんがね、テニスの選手というわけで、まあちょっと僕もねテニスやっていこうかなと思うんですが、まあ盤面ぶち割っていきまして、まあぜひともね錦織圭選手をスタンドのごとく後ろに憑依して、俺が錦織圭、あかんな、今のはファンの方に怒られそうやったんで、どうっす。今何をした。盤面の、まあ、下一個は、吸収かな、おそらく。なかなか厄介なことをしよるな、こいつは、ほんまに。6個でしょ。これは、関石さん発動して、何にもならないムーブ、ありがたき幸せ。仮想図ですね、これは。はーい。いやー、どうしましょう。まあ、適当に割っておく必要はありそうですかね。はい、割っておいて。で、次あそこ、あーうざー、あクソうざ、これはちょっと待ってくれよ、激うざ案件なんだが、ペイントプチ割って割って、そうですね、まあ特にやることないんで、で相手さん今火ダメ回復状態なんで、それちょっと厄介なんで上殴っていきまして、一発目に吸収攻撃食らったんがなかなか痛いな。レジェゲージマウン、はい、弟さん登場。ザタッチすんなお前ら、ほんま、どういうことなん、このダンジョンはどういうことなんでしょうか。全くもってよくわかんないんですけども、まあ割って、はい、とまあ割って割る感じ、ちょっとむずいぞ、めちゃめちゃむずいねんけど。プチ向こうの味方に大ダメージでダメ減貫通、まあそういう感じか、厄介やな。ジンさん発動して、プチ向こうは4ターンも食らってんの、それは非常にまずいね。4ターンプチ向こう、でもこれ盤面触れへんな、やば、これは非常にまずいね。4ターンプチ向こうはちょっとかなりなやり手ですね。これはこれ死んだかな、13000とか耐えれるわけないやろ。おっとおっと。ちょっと耐えたけど無理やな。なるほど。開幕の吸収いなさなあかんな。ちょっとね、かなり厄介なダンジョンが来た印象なんですけども、友情変えてパッチ積んできました。これで、まあ、いなしていこうかなとは思うんですけども、まあ、一気に攻め落としていきまして、パッチ発動、知って、まあこれ、氷結も付与っていきまして、盤面触るムーブと、これで吸収されずに済むんで、ダメージどんだけ入るかなんですけども、そんで、どっちから殴った方がいいんやろ、上かな、下のイケメンくんかな、
ちょっとね、それがわかんないんですよね。まあここに関しては、生成数軽減していきまして、あ、ちょっと待って、このタイミングで相手やってくるやんけ。味方全体のプラス効果解除よ。忘れてたわ。そんで盤面破壊も飛んでくるんで、なるほど。じゃあここで、馬出馬したらあかんのか。もうちょっと待たなあかんのか。了解しました。まあ上の丸刈りくんから殴っていこうかなと思うんですけども、丸刈りくん、あれ、なんなん、触覚みたいに前髪あんのあれ。どういう髪髪どういう髪型あれ、なんか髪、カマキリみたいな髪型してんのかな、よくわかんないんですけども。まあぶち割っていきまして、で、下の方が今現在ね、殴ったら回復するっていうムーブを行っとるんで、まあこれは絶対に、避けて通らないといけないと。思われるんで、避けて通っていこうかなと思われる。ガードがちょっとやっぱ厄介やな。なかなか、味方全体のプラス効果解除。なるほど。あ、自身のマイナス効果解除？わかんねえ。わかんないんですよね。やってくるムーブがあんまし。まあ割って割って。まあ、やることないんで割っておいて、バフ回も積んでいきながらの、次プチ向こうの味方に、大ダメージが飛んでくるので、まあここは絶対に言いなさへんかったらあかんムーブ。やっぱり初手のクソ吸収、あれいなしたら、まあ、かなりダメージレースは追いつけそうな気がしますね。ここジン発動していきまして、手回り発動からの、ここはレジゲージアップ積んで、あー、ちょっとだけ、まあいいでしょう。まあいいでしょう。次のターンたまんな。下の赤先割ったらたまるんじゃないかな。あー、レジゲージダウン。レジゲージダウン。最近、レジゲージダウン。うざすぎてくさ。ベイさん発動していきまして、吸収が飛んでくる。あの吸収は何ですか？あの吸収は何？またあれか？あれか？あれなような気がする。はい。はい。一応これでなんとかなってほしいなという気持ちがものすごくものすごくものすごくあるんですけども。まさかの必殺吸収。これはもうありがたき幸せなんですけども、ちょっと相手の行動パターンがもうぐんじゃんぐじゃんですね。これは覚える必要がありそうなんですけども、収蔵を憑依していきまして、まあここに関してはプチ向こうを食らってるんでね、このプチ向こうもなかなか厄介なんですが、どうしようかな。まあここつなげていくムーブにしようかな。そんで、学びまして、初手の、馬、あいつは、スルーして、まあ、なんとかやっているんですけども、東条さん2枚割りしたいな。割って、割って、バフ回も積みたいんですけども、まあ割って、OK。そんで都市発動してバフ回積んでいくムーブと。OK、素晴らしい。ほんでもって次プチ向こうの味方に大ダメージが飛んでくるという状況なので、はいと、ここで馬と手まりを発動しましょうか。それでなんとかいなしていこうかなと思うんですけども、馬ちゃん発動して、いや手まりはまだええかな。うん、手まり一旦温存して、この方と、これは、遠藤守るでよろしいかな？オッケー。これでなんとかいなして、そんで次の、プチ吸収は必殺やな。言ってくれてる。優しい。言ってくれてた。ありがたき幸せなんですけども、必殺吸収なんで、絶対的にいなしていかへんかったらあかんというムーブ。天才科学者 LINE で呼んでいきまして、ここは氷結付与って、
まあ、適当にハート割っておくムーブ。七子お姉さんにつながっているここやな。オッケー。これで何も心配することはなくなったんじゃないかなと思われる。そんで、また下の方が必殺を打ってこようとして、これのループかな相手さん。なんかそんな気がしてきたぞ。はい。中央、やっぱりループやな、これ。ループという事実発覚したんで、弾け、そんで、6個偉すぎる。ほんでもって、割と。オッケー。このターン必殺吸収とかいうドチクショーちゃうやんな。オッケー、素晴らしい。次のターン味方全体のプラス効果解除。うわー、クソ耐久やな。耐久でどこまでいけるか芸になってきているような気がする。バフどんだけ積んでる？ジュージュは、無視でな。ここ必殺割りたかったんですが、まあしゃーないですね、これは。まあ割っていきまして、オッケー。そんでここ割っていこうかなと思う。まあバフ回また弾丸弾込めていきまして、ダメージ以下ほどなんですけども、オッケー。やっぱり上の肩から先殴んのは正しそうな気がするな。あー、盤面破壊、そういや飛んできたわこのターン。覚えてなかったというわけで、ただいい感じに削れてんな、素晴らしいぞ。でしたらどうしようかな。まあ適当に盤面触っておいて、ここもやることないんで、盤面触ってやることねえなあ、まったくよ。まあ盤面触っておくと、オッケー。早くせんべいを貯めたいところですね。3日あったじゃなくて自分のマイナス効果解除。レジェゲージダウンがなかなか厄介ですね、これは。また次プチ向こうとバチクソが入る。あのプチ向こう4ターンでしょ、確か。あの4ターンをこの先いなせるかどうかに結構勝負がかかってる気がしますね。まあ割っておいて、そうですね、このターン中にできればレジェンドを貯めておきたいところなんですが、さすがにたまらんな。で4ターンプチ向こうやろ。あ、でも上の黄色割ってワンチャンたまるかな、これ。たまったんは偉すぎる。ベーさん発動していきまして、手回り、ここの手回りを温存しといて大正解やな。ほんでもってプチ向こうを解除からの解除と。ただこれプチ向こう無効に、そうやんな、挑発でなんかいなせる気がするな、これ。あの定番のあの現場と差が、あの戦術がこのダンジョンでも生きてくるような、まあ、気がするんですけども、ここ必殺吸収が飛んでくる。なので、絶対に必殺は割っておきまして、ここ割りたい気持ちはものすごくあるんですが、スルーしていきまして、早く倒したいな、上を。上倒したらもうこっちのもんやで。あともうちょっと。やっぱり吸収攻撃とかは何も吸収されへんかったら痛手では全くないな。オッケー。そんでここに関しては、まあ割って、ここパッチ、2手使わなあかんのがちょっと厄介なんですが、まあしゃあないな、これは。オッケー。これでなんとかいなせたんですかね。ダメージがどん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 痛くなってる。やべえ。これはちょっとまずいな。なかなか痛いぞ。ダメージが。どうしようかな、これは。東条さんで2枚割りしたいけど、盤面的に無理やな。なるほどですな。そしたら、ここ、陣発動して、
ナタックじゃなくてドゥル発動して、ぶち割り、いや、ここまた氷結付与ってぶち割りやな。そんで貫通してバフ回もしていくムーブ、素晴らしい。ただ HP がちょっと厳しそうなんですが大丈夫でしょうか。あーい、あ、味方全体か、よかった。これ火傷入るやんな多分。ナイス。これ東條さんで割らへんかったら死ぬな絶対に。うん、どうしましょうかね。東條さんの友情技そんな感じ。うーん、なるほど、そういう感じか。回復割って東條さん産んで、生まれたん激アツ、オッケー、バフ回もできたん激アツ、素晴らしい。ただ29000とかいうビビダメージはちょっと無理な気がするんですけども。あー、そんで生き返りよったわ。うわー、ここまでな気がするな。あれ、あ、次のターンか。次のターンやってくるということなんですが、いや、盤面が終わってんな。ここで一気に攻め落とせたら結構強かったんですけども、ちょっと友情の周期が合わんかったな。盤面ゴミってんな、これは。まあ、しゃあないな。これはね、クソジェリヒンしかないな。いやー、今のムーブはクソやな、さすがに。死んだかな、おそらく。死んだな、これは。絶対に死にましたね。なるほど。やはり上の肩を先倒すのに意味がありそうですね。ちょっともう、チートのごとく、ムクロさん連れてきました。竜巻ですね。竜巻くっそほどやって、まあ、なんとか頑張れたらいいかなという、布陣なんですけども、盤面完璧割っていきましてと、オッケー、あよとクソバグっていきまして、やっぱでもね、あの向こうのキャラに挑発で集めるっていうのがなんか一番良さそうな気がする。ただ僕の場合ちょっとね、何回かもうやって普通のパーティーで固まってきてるんで、ちょっと今回はこっちで行こうかなと思うんですけども、割って割って、そうですか、着地そこになったか、まあいいんじゃないかなと思われる。ぶち割っていきまして、ムクロさんの竜巻クソ強い。これでもゴリン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 って削っていくほか、ないんですけども、必殺は全部大丈夫。ほんで次、あれですね、パッチですね、これは。はいと、まあ、上で処理しといて、パッチ産んで、はいと、そんでも、なんちゅうことしてくれんねん、ムクロちゃん。ムクロちゃん、なんちゅうことしてくれんの？なあ。もう死んだやん。どうすんの、こっから。どうすんの、こっから。え？なんちゅうことをしてくれんの、ムクロちゃん。死んだやん。終わったやん。死んだやん。あ、死んだ。東條さんで、東條さんでワンチャン回復して、なんとかなるのを防ぐ？いや、バフ回やな。はい。これで、死んだらもう知りません。はい。神に見放されたというべきでしょう。見放されてない。勝利の女神はまだ僕の味方をしてくれている。これは希望が持てるんですけども。一気に攻め落としていきまして、ここで東條さんに2枚割りできる、素晴らしい。そんで、ムクロさんのも2枚割りできる。ここは、氷結付与っていきまして、バフ回やっ
ていく布陣、そうですね、バフ会やっていきまして、東条さん2枚割りできひんかったん、なかなか手痛いなあ。できてるか、よかったよかった。何を見ていてん僕は、この間目つぶってたというわけで、味方のプラン一気に攻め落とし使う必要なかったんかいな、それ言ってくれ。僕はそんなん全く把握せずにやってるんやからさ。ね、どうしましょうかね、これは。まあ特にやることがないんで、そうですね。まあ適当に割って、これは、どうしよう。これここやな。そんで、次東条さん2枚割りしましょうか。それやったら。レジェンドがたまんねえな、まったく。レジェゲージダウンやっぱり厄介ですね。割って、割る布陣。うわー、一個つながっていない。まあ、しゃーない。ここで、プチ向こう4短縮しひんかったら僕の負けですね。プチ向こう4短縮できる本で、そんで生きる僕。4短縮できたとて。これ生きます僕。多分死ぬんちゃう。とかできるまず。一応できることはできるんですが、ワンチャンこれでレジェンド溜まってくれることを望むほかない。おお、ここの溜まりはかなり激アツ。オッケー。ただしかし、これで耐えるかな?やっぱり挑発持ってきた方が良さそうな気がしますな。死んだかな?これは。おお、耐えたー。ここのギリ耐えはかなり素晴らしい。ここ必殺吸収ですね。なのでここは着地割ってボンボンと繋がんないか。まあしゃあない。ただ全回収できたんで、上これで倒せるんじゃない、竜巻等々で。どうですかいな、さすがにまだ無理か。相手ダメージも全然大丈夫。どんな感じ。爆弾起爆したらおそらく勝ったな。割って、パッチ、これムクロさんの変換ないやんな、素晴らしい。ホイと。オッケー。これで耐え、いや、ちょっと厳しいか?どう耐えたこれ上死んだやろ。頼む。丸刈りからもロンゲになってくれ。ロンゲ?おお!ロンゲー!ロンゲ!ロンゲったんで、まあ馬発動して、こっからどうするか考えろよ。割って、2941とかいうカス HP で僕何ができんねん。まあここ東条さん2枚割りするほかないやんな。これで耐えてくれ、頼む、頼むから耐えてくれ、頼むから耐えてくれ。相手さんこれ回復すんな。ここの回復でももう、なんもこれもう避けて通れないでしょう。こんなもん、これはもう無理でしょう、避けて通んの絶対に。まあ、ここで東条さん、割れたんで、まあそれはそれでいい。ここ大変かな。2万4000耐えませんかね。回復なも10万 !24000 耐えません?はい、分身、素晴らしい。ただ、相手さん、これ永久期間じゃん。これ、削り切ることできる?大丈夫かな?
まあ割っていきまして、これドゥル溜まってるな、ドゥル発動していきまして、うわ生成かすっとんな、割って、ぶち割っていく、6個で埋める、素晴らしい。ここで馬が効いた、バサセ効いたぞ、ダメージ以下ほどというわけで、まだ10万回復するんですけども、このターンで切れたんで大丈夫。そんで爆弾等々付与してるんで、まあまあいけるんじゃないかなと思われる。さあまあ耐える、どんな感じ、 OK、 素晴らしい。ここの下の方はね、そんなにダメージ痛くないと思われるんで、これなんとか活かしていきたいなと思うんですけども、これは東条さんで割るか塾長で割るかっていうムーブなんですが、これ塾長で割ります。んーでもって、割って、割って、割る婦人でいきましょうかね。 OK、都市が溜まったんで、バフ回がいつでもできるようになった。んーで、そろそろ発動していきたいなという気持ちがでかいんですけども、ダメージも全然痛くない、素晴らしい。おーすごい、状態以上の嵐。まあ割って、ぶち割って、ここで都市、ここ都市発動するのにふさわしい場所。ダメージ以下ほどなんですけども、ここの状態以上どんだけ入りますか。はい、どんだけ、どんどんどん、あ、飛んで爆弾ボン、素晴らしい。こんな盤面になったっていうことは、ちょっと待ってや、考えろよ。これは陣発動すんのは悪手なんですよ。なんでこうやって、あ、耐えた、あぶな、今の耐えたな。もうこれでなんか世界線が変わったような気がする。これで、パッチ発動して、ムクロさんで、まあ、プチムコとうとうやって、ぶち割っていくと、なんか今ので勝ちにグイって近づいた気がする。というかもうこのターン中に勝ったでしょ。ムクロさんでまあまあ割ってるし、竜巻もこのターン中入るんで、ドンと、よし、ありがとうございます。嘘やろ、嘘やろ、こっから、嘘やろ、うくぞーい。勝ちました、ありがとうございます。20ターンかかりましたね。まあクソ耐久で勝ちましたわ、なんとか。いや、ムクロさんの竜巻が強かった。24,000とかいうね、クソ竜巻さすがですわ。というわけで無事に勝利することができました、ありがとうございます。というわけで黄金ペア、ありがとうございます。